2ヶ月ぶりに待ったのチェック大丈夫です。ナンバルで保護したいと思います。あ、セリサ準備します。よっしゃっす。最初はグー、チェック、ほい。男の戦いだ。この戦いはね、終わらないんですよ。みんなが緊張してきたら。よっしゃっす。さあ、真剣勝負じゃないのか。出だしの2本な。あれ、あれ、すーわ、よし、喋って今んとこ真剣勝負には見えない。やばいね。ずいや、お互い真剣だからこそ低いボールがいくんです。確かに、確かに、そう思う。はい、ゴー。はい、ゴー。はい、あ、嬉しい。最後やばくない？やばい。八折りぐらい。ネットやばい。ネットいっちゃう。あれ、ネットいっちゃうの次はプチか。全部やるよ。やばい。プチの次は。ありがとうございました。
それはあんまりいないよ。あんなよーく見てまずは入れようと思ったボールが明後日になったあ、危ない。フルセットになります。すごいね、マジで。本当にフルセットの1セット目に比べたらちゃんと試合になってるよね、マジでそれ。読み合いになってるよ。よっしゃっす。真剣勝負じゃないのか。めちゃめちゃ真剣勝負。くそー。
抜かれるのもあった。いや、ちょっとお願いって思っちゃったもん。思ってた。最後はケンチンやっぱ練習不足が出たような絶対入れるじゃん、あそこでもね、あそこ多分打った方が良かったんだよね。あの、やっぱ入れに行こうとすると一つやっぱ最後、こう、回ってさ落としちゃうじゃん、うん、自分からネットより低いボールを打とうとしちゃうから、うん、全然結局ループしかできないっていう判断になって、力入ってやろうとするっていうのが最後の僕のミスなんですよね。それちゃんと練習すればできる人はやっぱできるけど、あれがやっぱできないんだったら、もう多分スイッチ上がり際ぐらいでこうスピードドライブまではいかなくても、ループのぐらいの気持ちでスッと打った方が多分普通のボールが入るんですよ。それがまだまだ僕は判断不足というか、そこがもっとできるようになれば、かかったループと速い打点でのちょっと速いドライブみたいなのがうまく混ぜて、まだ強くなるんじゃないかなと思いますね。またリベンジさせてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。